1月20日になりました。相場解説に移ります。時間は7時35分ですね。これがねウィークリーなんですけども、ウィークリーの方はそうですね、もうこういう風にね右肩上がりにどんどん上がっているってところを見ていただければいいのかなと思います。こう全体的にはねこういう風に下にこう下がっていったんですけども、ここですね、これも昨年の話になるんですけども、こことここと、それから今回のここを結んで、ここに達すると上の方に向かうんだよってことがね言えるんではないかなと思います。これもずっと言ってきましたね。それではウィークリーを外してデイリーの方に行ってみますね。デイリーの方もこれも同じで、こちらを底にしながらですね、あと右肩上がりで推移してきてるっていうのが、まあ、ずっと続いてるかなっていうところですね。でここで V を作って、イランとアメリカの関係がこう回復してアリゲーターラインが3つここにポンと開いてるよってところですよね。ちょっとこれですね、ポンと開いてるのはこれですね。では4時間の方を見ていきましょう。だいたいね上昇上で取れていけるっていると思うんですけども、ここでは N 波動っていうのがテーマになりました。 N がここに1個あって、でスポンと N 抜けた後でもう1個 N ができるんではないかなということで、ここに N が形成されたということですよね。で、これね、安値切り上げ高値切り上げなんで、安値切り上げ高値切り上げでしょ。ってことは何が起こるかっていうと、もうお分かりですよね。こういうふうにもう1兆 N が来る可能性があるんですよ。下がってるでしょ、こういうふうに行くんですよ。でアリゲーターラインは3本パカッと分かれてますからね。じゃあそう考えて1時間を見るとだいぶ今週の展望も見えてくるんですよね。一応やってみましょうか。 N がこういうふうにあるよってことですよね。ここ N がありますね。 N が完成しましたということでございます。で N の場合はね、こことここの長さがだいたい一緒ぐらいにいつもなっているように私は思えるんですよ。ついでに言うとここもですね、まあ、だからどのぐらいでテイクプロフィットを取ればいいのかって分かりやすいのと、あともう一個はですね、今回の N で入りやすかったのはここなんですね。この似たような陰線4線が交互に4本以上並んだ時っていうのは、それと同じようなところで N の底を作ってグッとねこういう風になる可能性が強いってことで、まあ、今回もそうだったかなってことです。で N をどこまで追うかっていうと、まあ、こちらの方にありますけども、こちらを超えて、どこまで行くかなってことなんですよね。で上級者の方はここを見てここから入る度胸もあるし、資金もあるということです。中級者の方はこれが確かに上昇を始めたなっていうのを確認して入るといいかなと思いますし、でちょっと自信がない方はここですよね、ここを超えてから初めて入ると、まあ値幅はね、変動幅はちっちゃいんであまり利益取れませんけども、それは仕方がないんですよ。初心者の方っていうのは利幅が少ないもんですから、初心者の方こそね大きく稼ごうと思ってるんですけども、それをやるとねハマっちゃうんですよ、初心者の方は利幅がちょびっとなんですよね。で上級者になるとこの根っこから入れるんで、だからどのくらいの自分がレベルなのかっていうことをどこで入るかによって変わると考えてもいいかなと思いますね。これどこで入るかによってね変わるというところです。さあそれではですね、今後なんですけども、一つの考え方としてはこれが下がっていってもう一回 N を書くっていうのがね、あるかなと思います。 NNN 波動ですよね、トリプル N って感じですかね。まあ、それ以外は今見えてきてないんで、月曜日いつものように様子を見ながら本当に N がもう一発来るのか、でそれがいつ頃なのか、これを検証しながらね見ていきたいと思います。もしかしたらその他の動きが見えてくるかもしれません。それでは本日もよろしくお願いします。